もし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 。 Yoko has a love for bebop. She was there right from the start. She inspired the entire world. Her music has inspired this show from top to bottom. When I heard they had Yoko Kanno attached for our adaptation, I was like, that was kind of the deal sealer for me. I just wanted to be associated with that music, really. It sets this apart from anything else that I've ever seen. Okay, 3, 2, 1, let's jam. はい、実写版の初めての打ち合わせはもう3年ぐらい前になると思うんですけど、 COVID がまだ全然エピソードの打ち合わせをしているところにお邪魔したり、あといろんな何でしょう、セットの絵とかを見せていただきました。It's all based on jazz. I think that the great thing about jazz is it's kind of free form, freestyle, like it comes from like the heart.Music really kind of like informs the show versus the show informing the music. The music is just so beautiful and so ahead of its time and just so groundbreaking. ただ今回すごい楽だったのは、シートベルツっていう、まあ20年前と同じミュージシャンが幸いなことにみんな元気で活躍していてくれたので、結構もう勝手知ったる幼なじみみたいな人たちなんで、ペラ1枚のメロディーフでもすごくかっこよく仕上げてくれるというか、ジャズミュージシャンなので、こう雰囲気だけ伝えればある程度にしてくれる曲が結構あったので、他の全部おたまじゃくしを書かなきゃいけない曲よりは、そういうのは楽でした。Yoko was very much in the place of like, I'm gonna redo that one. I love that one, but I'm gonna redo it because what you have created warrants a bit of reinvention. はい、昔のアニメ版の曲を、まあちょっとだけ、1割ぐらいかな。Working with Yoko is like working with a pure musician. She feels it, she hears it.There is always just something new and dynamic. ただどういうことをしてほしいかがわからないと一応も出てこなくて、ただ相手なり監督なり編集の方とかプロデューサーがこのシーンはこういう意味を持たせたいっていうことがはっきり腑に落ちれば、まあすぐできる方です。誰のサウンドっていうのはないんです。ただあるとすれば、一人ずつのキャラクターごとではなくて、抱えているものの重さ、質量とか、それの何だろう、感じ方とか、そういったところは気をつけていて、そのエピソードのごとにキャラクターたちの心の重みとか、それが解放されるとか引きずっていくとかって、そういう重みとリズムを合わせるようにはしています。そういった困りごととか重荷とか時代遅れ感とか、そういったものをこう少し転がすような、グルーブさせるような、それでもしょうがないよねって言いながら、こう困りごとを持ち寄ったなんだポトラックパーティーみたいな、なんかそういった困りごとたちのサウンドで、こんな人生だけどまあいっかっていうようなサウンドトラックになるといいなと思っています。
ていることは、やっぱり自分が何をしたいかではなくて、この作品にどういったことができるか、作用がどういったことが伝えられるかっていうことのみ。こう自分の思っているものを超えて、こう誰かの人生のそばに音楽とか作品がいてくれるっていうのはすごく光栄だし嬉しいことです。